ビッチが覚醒して2、ピコリをボコボコにした試合がこちら。Get an hour and 6-2. ひどいやられようだな。錦織圭って漫画に出てくるジョコビッチってやつ、漫画歴史史上圧倒的なラスボスなんですけど、ジョコビッチが強すぎてマジで笑えてきた。やっぱりサーブの差が大きいのかな、それともジョコのリターンが強すぎるだけか。ジョコはやっぱ、錦織の上位互換なんだな。ジョコもだけどやっぱ、錦織戦調子えぐいな。やっぱり身長だろうな。足と手の長さで、瞬発力も変わってくるし、リーチ範囲も変わってくるからね。ジョコは、錦織の技とか知り尽くしてそう。錦織の、いいショットもある。つまり絶不調ではないがゆえに、歯が立たないっていう表現がぴったり。正直ジョコにとって、錦織は戦いやすい相手で、いつも気持ちよくプレイできてるからな。ビッグ4の中でも、ジョコは特に相性が悪い。